張学良、張学良、張学良、1901年6月3日から2001年10月14日は、中華民国の軍人、政治家、蝶作人の長男。字は、環境。軍人時代の最終階級は、国民革命軍一級上昇。1901年、張学良は当時満州地方、現地名、遼寧省大安県の馬族であった。 長作人の長男として、ダイ健ス剣寿、林司教にて出生。母親、長春勝らは、不明な点が多く、長学寮11歳の時に死去とされる。父、作林に可愛がられ、大勢の家庭教師がつき高い教養を身につけた。16歳からは、英会話も習得し、後に、 中国の軍閥の統領としてはただ一人の英語の使い手となるが、立ン調査団の一員である、ドイツ人ハインリヒシュネーによると、英語は少し話せるが、複雑な問題は交渉できなかったので必ず通訳をつけていたという。16歳の時に最初の結婚をさせられ、17歳の時に第一子が誕生。1919 19年3月、父の創設した、 軍官部養成学校である東山小、後部学童の一期生として入学。当時の教官は各省令であった。若い頃から記憶力が良く、300名以上の学生の生命、出身地、地を暗記していた。また、試験で一番を取った時、父親との関係、当時、調査員は事実上の満州王であり、学僚はいわば王子様で不正をしていると疑われたが、 生徒の席同士を話して、カンニングができないようにしてから試験を行った結果、ようやく実力を認められたという。20歳の時訪日したが、同年生まれで当時皇太子だった、昭和天皇と容姿が似ていると周囲に驚かれたという。はじめは人を救う医者になりたいと思っていたが、結局は人を殺す軍人になってしまったと後に、述べている。 在学中の九百十九年十二月、父の義定である調査区の抜擢で、東三世純越市長守る大旅営長となり、第二団長を経て九百二十年三月、十九歳で、東三省工部学堂を卒業し、同年六月、今世第三旅旅長に任ぜられた。年末には、陸軍省省に昇格、各省令の根性第八旅と訓練及び運営を、 共有するが、軍事知識に乏しいため両旅とも実質的な、運営は核が取り仕切っていた。また、核の提言で、東三省工部閣道の拡充に努め、将兵の中でも特に引い出たものの選抜育成のため、軍艦教育班、軍艦共同団及び軍師共同体を設置。西安事変の時には、陸軍一級上昇になっていた。これは、 小解析に次ぐ中国の最高軍事指導者の地位である。満州の法天軍閥父、作林と共に大日本帝国に協力的であった。1920年に安直戦争が勃発すると19歳の張学良は軍を率いて直霊派の救援に向かい、側近の各省令の補佐のもと、安期派軍を大破し彼の名声は大いに上がった。その後、 1922年の第一次、笹口じ火戦争では、核と共に奮戦。しかし、連土が不足していた、方天派は大敗。進行党にて、孫烈心と共に、和平交渉代表として、出席、直霊派代表は、王将武氏。七、張作人が東三省陸軍整理どころを、創設すると、保安司令部参謀長に任ぜられる。 後村列賃が総監を辞し、公認に今日のボルセンがなると副刊。1924年の第二次、笹口自家戦争でもご配布の部隊を破るなどの活躍し、法典軍閥内で強い影響力を持つようになった。当時、法典軍閥には二つの派閥があった。一つは、洋坂井テ馬ラ族時代からの側近からなる派閥であり、もう一つは、超学寮。 各省令ら東山商工部学堂を卒業した若手の派閥である。両者は対日政策などをめぐり対立していた。そんな中、張作人の親日的態度に不満を持った各省令が反旗を翻すと説得に赴き、核が囚われてもなお寛大な処置を求めていた。やがて各省令が要栄亭定によって処刑され、その死体が晒されたと知ると、 呂を激しく憎む。彼の軍も、張作林直轄軍に加わり、張学僚は、名実ともに、張作林に次ぐ実力者となった。なお、1924年12月14日、天津を訪れた孫文と対面。1928年6月4日、父、作人が、関東軍の河本大作による、張作林爆殺事件により死亡すると、 張学良は側近たちの指示を取り付け、法典軍閥を掌握し、暴府の支配地域、満州を継承した。当時、張解析率いる北伐軍が北京に駐留し、法典軍閥との間に緊張が走っていたが、駅使、晴天白日記を掲げ、国民政府への服属を表明することすることを条件に、満州への軍事、政治への不干渉を認めさせ、 独立状態を保つことに成功する。日本は、林ゴ助を派遣して、朝の本意を試みたが失敗した。ただし朝は、日本との決定的な対立を避け、日本を軟化させた。またこの年、総理大臣への野心を持っていた、常並武次郎を支援するため、全方天領事、赤塚翔介、声優会大義士鶴岡和文を通じて五十万元を、 とこのみに献金している。二十七歳の長学寮は、父の満州における、全権力及び巨額の財産を承継した。父が殺された日が、長学寮の誕生日であったため、それ以降彼は、生涯にわたって誕生日を一ヶ月繰り上げて祝った。1 9 2九年一月には、以前より対立していた、洋酒会テーラ休心たちを反逆者として処刑し、権力と地位を、 不動のものとし、不国共兵策を取り軍事、金融、教育などの近代化を進めた。彼は次第に自信を深め、同年7月にはソビエト連邦が保持していた中東鉄路を接収したことをきっかけに武力衝突を起こし大敗した中蘇紛争が国民統計軍閥らの争いに介入して勢力を伸長し、河北省を制圧。 小介析に次ぐ実力者と目されるようになった。1931年に入ると、満州でも左派勢力に煽られた、抗日運動が活発化し、関東軍や在満邦人の強い反発を買っていた。関東軍が満州への武力進行を決め、軍を続々と集結させているときはいつもの軍事演習だと思い、何の対策も取らなかったという。 満州事変が勃発したとき、彼は北平にいたが、日本軍侵攻の報告を受けると、日本軍への不抵抗を指示した。応戦すれば、日本の挑発に乗ることになると判断したことや、平和解決を望んだということ、日本にとって国際的な非難を浴びるなど、好ましくない結果をもたらすだろうと考えたと後に述べている。日本と、 積極的に戦わず、知りいたこと自体は国民政府の方針通りであった。この時期、小解析はゲ野していたが、小の意向も同じであった。これは国境内戦のため対日戦に兵を割く余裕がなかったことと日本が全面戦争に踏み切るとは予期していなかったためである。ところが日本は満州全域を占領したため、交戦を主張した朝明は朝を批判し、 長は、不抵抗将軍と内外で下げ済まれた。その後、アヘン中毒の治療も兼ねて、ヨーロッパを歴訪し、イタリアのムッソリーニやドイツのゲーリングに面会し、ファシズムの影響を受け、中国も強い指導者が必要と思うようになった。関東軍の本城茂は、長学寮と信仰があった。事変後、法典に残された、長学寮の財産を二両の葛者に積み、 北京に逃れていた蝶の元に送り届けた。しかし、蝶はこの荷物は受け取れません。本城さんと私は親友でしたが、今では敵同士になってしまいました。こんな風にしてもらうのは侮辱されているようなものですと受け取りを断った。しかし、関東軍参謀だった片倉忠氏によると、蝶の送り返した荷物は関東軍の元にも戻らず、 行方不明になったという。張学良は以下のような抗日演説を行っていた。1934年、張学良は帰国すると予学館参将総被服司令に任命された。彼は河北省に残っていた旧法天軍閥の残党を呼び寄せて軍を整えた。1935年、西安に駐留して9月から11月にかけて、 共産党の根拠地を攻撃したが、戦力では、勝っていた者の士気の高い皇軍に連敗し多くの、将兵を失った。翌1936年1月1日、皇軍の捕虜となっていた107市619、段団町の高吉元上皇が、落川の第67軍本部に引き渡された。高吉元は、第67軍軍長のとともに、長学寮のもとに行き、 共産党が、抗日民族統一戦線を提案していることを、伝えた。これに同調した、張学良は、2月21日と3月3日に、中共中央連絡局局長と、4月9日には、週恩来と国秘に会見し、9月下旬、両軍は、抗日休国協定を結び停戦することになった。この時、すでに対、小介石クーデターの構想などが練られていたと言われる。 10月22日、小介石が、超学寮を独占するために、西安へやってきた。小介石は、東北軍頼むに足らずと知り、東北軍を福建に移し、代わりに30万人の軍隊と100機の軍用機を集める計画を開始した。このことは、共産党鎮圧政策の強化にとどまらず、東北軍への懲罰、超学寮への警告であった。12月4日、 蒋介石は再び西安に赴き、共産党、皇軍絶滅の最終決戦体制を整え、東北軍、西北軍を独占するために、陳政、英立公など多くの軍首脳を招集した。12月10日、蒋介石主導の会議で、超学良の現職を解任し、東北軍と共に、福建に移動させることを決定。これによって、中央軍が主力となる。 11日夜の小針会談の際も、昭は、朝の提言を拒否する。12月12日、朝学良と、陽子城は、西安事件を起こして、昭解席を拘束し、第二次国境合作を認めさせた。12月14日、西北総秘総司令部を解消し、自ら、抗日貫軍西北軍事委員会主任を名乗る。西安事件の前年の年、 蝶学料は、中共は山賊に他ならない。奴らの大方のところはすでに片付けた。残った、わずかな連中が小山賊団となって、あちこちに散らばっているだけのことだ。と吐き捨てるように語っていたが、試行のために、西安事件を起こした。共産党員は、これまで、非常に長い間、省に追われ、皆殺しの対象、周恩来の首は高額の賞金がかけられていたに、 なっていたが、西安事件の時は、小介石の生殺余奪を握った。しかし、長学寮は、西安事件で、小介石の日記を読み、彼が対日戦略のために、合真章丹の刑を取っていることを知り驚愕する。しかし、小介石がここで本心を公言すれば、それは、中国が合真章丹の刑を取っており、密かに全面的な抗日の準備をしていると、 日本に教えるに等しく、その結果、日本の対中強硬派の本格的な中国侵略の開始を早める結果を招くのは明らかであるため、長学寮にも教えられていなかった。1936年12月23日に、一旦和解が成立したが、2日後の12月25日に、反逆罪により逮捕され、南京に連行、総支分交換に遊兵された。 西安事件は、小解石暗殺の危険性があった重大事件であり、国民党は蝶を軍法会議にかけることに意味はなく、風格都市などは蝶を極刑に処すべしと主張していた。古敵はバリに当てて、電報を発している。古敵は、中国では、全国的な指導者の出現が非常に困難であること、もし、小解石に不幸があれば中国は20年。 後戻りすることになるだろうという胸を述べた後、こう言う。まさに国難かあだを思い、県外で馬をろくすべし。小解析を誤送して、南京にへ、自ら来た上で国民に謝罪せよ。長のこの度の虚は、敵にこうする名目でその実自ら頂上を破壊する、行いであり、長は国家と民族の罪人であると古敵は、厳しい動きで長に警告している。 しかし、長は極刑もしくは国民党から永久除名にされず、12月31日、軍事委員会高等軍法会議、裁判長、李烈仁氏、判事、鹿少林、朱松則により、懲役10年の刑を受けた。このように極刑にされなかったのは、小解析の考えさと、長は述べている。しかし、同じく監禁された、西北軍司令官のよう古城将軍は後に、銃殺された。 1937年1月4日に特赦を受けたが、そのまま、軟禁状態に置かれた。その後、日中戦争期間を通じて、軟禁状態に置かれ続けた。監視は、憲兵や乱一射系の諜報機関である、軍事統計局、軍統特務員によって行われた。裁判後は、市内の交渉機構官に、次に、法科検設長さんの招待書に軟禁された。 しかし、招待書が10月に火事で消失したため、断気髄の別荘として建てられた、鉱山の小事林と呼ばれる屋敷に移された。だが、東北軍の一部が暗記章に駐留していたため、奪還を恐れた、紹介席の指示によりわずか2日で離れることとなり、南省の宿で一泊した後11月21日に、浮草号の西半店に移された。特務委員や憲兵も、 客を装って、両隣の部屋に居住する措置が取られたものの、さすがに民間人の目につく恐れがあったため、29日に、船員校所の近くにある、武漢大学教授の二訓校の邸宅で、公園と呼ばれる屋敷に移された。ここで1ヶ月ほど過ごした後、1938年1月、湖南省、州を経て3月に、小生三笹の宝山に移された。 1939年11月下旬、日本軍が湖南省まで攻めてきたため、紀州省州軍県に移される。1945年に第二次世界大戦に日本が敗北した後の国境内戦において、国民政府は中国共産党との内戦に敗れ、1949年に台湾島に逃れたが、この際に朝も台湾に移され、井上温泉、現 清泉温泉などの場所で50年以上も軟禁され、続けた。この間、1955年に、キリスト教に改修した。1975年に、小解析がなくなった際、長は、感慨の院上道骨肉、政剣の創術は下級衆、イタレリツりのお世話は、肉身のようだが、政剣の争いとなれば、急敵になるという調子文を送り、 小解席を意見していたとされる。小解席の死後、次第に行動の自由が許されるようになる。1980年代後半には、離島期によって戒厳令が解かれた中華民国の民主化を象徴する形で、対外メディアとの接触が許され、事実上軟禁状態が解かれた形となった。1981年に、台湾の記者からインタビューを行い、 中国の植民地化を追求するために明帝国と清志帝国の歴史を研究したこととクリスチャンに回収したことで回想録を書くことを断念したと述べている。1990年には NHK の取材を受けたが西安事件の真相についてとは証言はできないとする態度を崩さなかった。日本については私は 一生を日本によって台無しにされました。日本ははっきりと中国に謝罪すべきだと述べ、安国神社問題については、日本はなぜ東場のような人を安国神社に祀っているのか。安国神社に祀られる人は英雄である。先般を祀るのは彼らを英雄と認めたからなのかと批判している。一方で中国が日本より遅れているのは事実だから、 中国を兄とは見なくても、弟分と見て、その物資を用いるために力を貸してくれればよかった。しかし昔の日本は、中国を力で併合することしか頭になかったと主張している。同時に青年期に、アヘン中毒であったとも語り、父を殺され、故郷を踏みにじられた怒りにより、禁断症状の苦しみを克服できたと振り返っている。 張学寮は中華人民共和国から寄席を送るよう、定調に調整されるが、これを拒絶した。その後、1991年に釈放され、アメリカのハワイ州ホノルル市へ移住した。1994年の陸港のインタビューに対して、張は、西安事件に関して私が、すべての責任を負っています。しかし全く後悔はしていないと断言している。そのまま、 このルル氏に陰性し、2001年に死去。百歳没。中華人民共和国内では、張学良は、第二次国境が作の立役者であり、抗日統一戦線結成のきっかけを作ったことから、非常に高く評価されており、千古の更進、民族の英雄と呼ばれ、張学良氏を主人公とする映画が作られたりもしている。共産党からすれば、西安事変によって、 国境両勢力が統一し、日本軍と戦ったが、むしろ、小海石に追い詰められていた旧峡から脱出できたことが大きく、張学寮は逆境にあった中国共産党の救い主という面も指摘されている。2001年の張学寮の死去の際に、中国共産党の江沢民総書記は、遺族への頂電で、張学寮を偉大な愛国者、 中華民族の永遠の行進であるとし、65年前の民族滅亡の危機に際して、洋子城将軍と共に、愛国精神、抗日と民族滅亡阻止の大義を掲げ、西安事変を発動し、旧日本軍に対して中国共産党との共同抗戦を訴えた。さらに10年にわたる内戦を終結させ、第二次国境が作を促し、全民族の抗戦に、 歴史的貢献をしたと記した。中華民国内では、長学寮は満州事変後も被護した国民党に対して国境合作を認めさせるために、小解席を脅迫して反共戦を頓挫させるとともに、国民党が取った対日戦略、案内場外を破綻させ、十分な対抗力がないまま日本軍と正面衝突したために計り知れない犠牲を強いられたと、 西安事件を見なす見解も強い。父、長作人の七光で将軍になった者の美女狩りや、麻薬救援に、余念のない宝刀息子に過ぎないとの評価もある。長学寮の東北軍は、ソ連軍に、敗北、五個師団が壊滅。千北での総共戦では、地から陣、二例林の戦闘で後軍に、敗北、二個師団が壊滅しており、長が、 多くの戦闘で負け続けたことも指摘されており、そのため、1936年の西安事件だけが、歴史的に朝が脚光を浴びた、唯一の瞬間であったとも捉える向きもある。当時、小解析は、日中全面戦争を回避するために、日本の要求を受け入れており、西安事件までは、妥協的だった。国民政府は、日本側からの要求である梅津、何応金協定。 与原・旗特潤協定を締結、さらに治安維持緊急事態法を発布して、抗日運動を厳しく抑圧し、全国各界連合会の7人を民国に危害を加えたとの罪名で逮捕した。また古敵も中国は日本と戦える状態ではないと指摘し、戦えば必ず大敗するが、忘ればすなわち対乱に至るとは限らないか、ゆえに、 停戦はかりごとはすべしと唱え、日本が河北から撤退し、停戦に応じるのであれば、中国としては満州国を承認しても良いと主張していた。また、昭和、満州国周辺に、鬼殺政務委員会という国民党政権で、ありながらも日本人顧問が採用されている、干渉地帯を作り、日本と妥協し、盧行橋事件の際に、総鉄源、長寺中、 旗特順は人脈を生かして、現地解決を努めていた。六光橋事件の際に、現地軍が妥協し、日本政府も中国に停戦協定に、中国軍幹部の陳謝と更迭を要求し、シナ中東軍の橋本軍は7月20日には、内地軍派兵に反対意見を寄贈し、29軍、総鉄元軍は、全面的にシナ中東軍の要求を入れ、 逐次実行に移しつつありと打電するなど、日本は中国に対し一貫として、武力行使を行おうとしていなかった。また、当時、米英ソの参加国は、日本軍の中国侵略に対しては傍観しており、中国は孤立していた。シカゴ大学歴史学博士、キョアキラネンも、中国の抗日開始は早すぎた。もしも五年遅ければ状況は、全く異なっていたはずだと述べている。 このような見方からすると、長学料は罪人であり、中国共産党を生き延びさせたきっかけを作り、後に国民党が中国大陸から追放された原因を作った人とも、みなされている。古敵は、西安事変がなければ、共産党は、ほどなく消滅していたであろう。西安事変が我々の国家に与えた損失は、取り返しのつかないものだったと述べている。ただし、 後に制定された操縦協定には中国共産党は蒋介石主席と南京国民政府が中国の合法的な指導者の地位にあることを承認するという内容が含まれており共産党側は8つの解放区共産党が支配する地区の解消軍隊の削減などを大きく譲歩しさらに蒋介石自身も最大の援助国アメリカの内戦回避の意向を 無視して内戦を起こしたことでアメリカは中国の経済援助政策を打ち切って中国から撤退したため必ずしも超学良だけの責任ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。